はい、皆さん、こんにちは、マグです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。本日は、11月20日の日に、ライブ放送しようとしている内容について、予告というか、お知らせの、内容の動画になっております。こちらの方は、当初の予定ではですね、なんつうのか、1回目のテスト放送ですと、テストのテスト配信ですとか、あと先週ですね、先週やりましたテスト配信みたいな感じで、要するにですね、一つの画面の中に、ブラウザーからの映像というのと、あと自分のその本人の顔ですね、そちらの方からが同時に映しまして、一つの画面に。で、それでやろうとしていたんですが、そちらに関しましてね、やっぱりね、映像流用だとか、あとね、著作権違反だとか、なんかそんなような感じの話になっちゃって、非常にまずいんですよね、やっぱり。うん。で、もっとほら、でこれ自分の、反応する様子かなんかを、一緒に見られるわけなんで、そっちの方かなんかの画面を立ち上げると、要するにセガさんの方の再生回数が伸びなくなっちゃうわけですよね、結局。それは非常にまずい、やっぱ迷惑かけることになっちゃいますので、それはやっぱやめときます。そういうわけで、やり方としましても一応考えてみましたのが、要するに画面上に、2つの、窓というか、ウィンドウを立ち上げていただいて、でもって1つの方のウィンドウは、要するにセガさんの方の帝劇宣伝部通信の、映像かなんかが流れていますと。もう1つの方のウィンドウに映っているのは、自分の顔しか映っていないような、そういったYouTube の方の、画面ですよね、要するにね。それかなんか、要するに2つの窓を並べてみていただいて、でそれで、要するに帝劇宣伝部通信かなんか見ながら、要するにこの私、マグがどういう反応を示すのかといったような、そういったことかなんか楽しんで見ていただけたらなというふうに、そういうふうにちょっとですね、やり方を変えようかなと、思いました。はい。一応ですね、この辺りに、一応サンプル的な、画像というか、そういったものかなんか、ちょっと用意しましたんで、そんな感じでやっていただければいいのかなと、思うんですよね。はい。そういうわけで、本日はちょっと短い動画になってしまったんですが、次回11月20日って何曜日 ?11 月20日の日は水曜日ですね。なので、水曜日の日に、11月20日、水曜日の日、夜8時ですよね、確かあれってね。そちらの方の、生放送をですね、楽しみに、お待ちいただければ幸いでございます。多くの方に、参加いただいて、そして、わちゃわちゃ騒げれば、すごく楽しいなと思っております。本日は、最後までご覧いただきまして、どうもありがとうございました。また次回11月20日の日、ぜひよろしくお願いいたします。マグでした。さよなら、バイバーイ。生放送楽しみにしてます。